富どもを叩き潰しに行くか。お前らタダで済むと思うなよ。やかましい。よくも今まで保安隊を使って俺たちを痛めつけてくれたな。まあまあ、本人も反省していることですし。反省なんかするかったんだ。これからは心を入れ替えて真面目にやるそうなので。心は入れ替えね。もうせっかくかばってあげてるのに。勝手に仕切るな、しんのすけ。しんのすけ俺の名前覚えててくれたんだ。酒場で会った時だって覚えてたよ、春日部のことも。だけど俺はもう春日部には戻りたくない。無理やりエリート教育を押し付けられて、自分を殺して常に良い子を演じなければならないからな。それに比べれば今は自分に正直に生きている。周りから恨みを買おうが、そんなことは気にしちゃいねえ。風間くん、無理して悪っぽく見せてない？無理なんかしてねえ。これが俺の本性だ。風間くんに悪者は向いてないよ。平和を守る春日部防衛隊なんだから。ヘイカマン、やめろー。この日を待っていた。5人揃えば超人的なパワーが出せるはずだ。でも何も起こらないぞ。こういうものはですね、ピンチにならないとパワーが出ないんです。私はね、ヒーローものをたくさん見倒しているからわかるんです。貴様ら、ほらほら来ましたよ、カモンが。思う存分懲らしめてやりなさい。行くぞー。行かねえよ。やめろー。変ですね、おかしいですね。おかしいですねじゃないでしょ。うちの子危ない目に合わせて。やはり心がバラバラでは出せるべきパワーも出ないということか。この映画を完成させて自分たちの世界に帰ろうと考えたのは褒めてやろう。しかしお前らは間違っている。なぜならこの映画の主役は俺だ。すでに完結されているのだ。ふざけるな。保安官ごっこは楽しかったか、僕。目を覚ませ。